こんにちは。チームマリオです。よろしくお願いします。前半のプレゼンターを務めさせていただく佐藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。では、早速僕たちのプログラムを紹介したいと思います。まず、僕たちは早稲田ビジョン150を読み込んで、グローバル化の推進っていうのを強く感じました。つまり、それは世代の横への広がり、日本から世界へ同世代の人がいっぱいいるっていうことを感じました。ただ、その視点を世代の縦っていう点に向けてみたら面白いのではないかということを考えました。そこで、早大リスタートプログラムというプログラムを考案しました。簡単に言ってしまうと、早稲田でシニア教育をやるというプログラムなんですけども、まずこのプログラムの詳細に移る前に現状分析から見ていきたいと思います。では、高齢化は今どうなっているのかという点においてです。日本では高齢化が進んでおり、数十年後には国民の 40% が高齢者になる時代が来ます。また、世界的にも高齢化は進んでおり、この青い線が日本ですが、日本は高齢化のフロントランナーであることがわかります。また、高齢化は意外にも都市部で起きているという現状があります。なんと地方の最大10倍ペースで都市部において高齢化が進んでいます。では、シニアは今どうなっているんでしょうか。こちらは認知能力変化のグラフになります。短期記憶能力などは70歳になるまで少し低下してしまうんですけども、言語能力、日常問題解決能力においては70歳になっても年々増加していくことがわかっています。また、60歳以降も仕事を続けたいですかという質問に対し、70% 以上の方がはいという答えを出しています。ここからシニアのアクティブな姿勢が伺えます。つまり、今までの話をまとめると、日本は高齢化のフロントランナーであるということ、そして高齢化は都市部で起きているということ、さらに高齢者は能力、意欲ともに活発であるということがわかります。ここから都市部を軸に高齢者の意欲、能力を生かす場を提供し、それを世界にソリューションとして示すことができるのではないかということを考えました。では、そういった取り組みをしている大学は他にないのでしょうか。僕たちは調べてみました。こちらに多くの大学が固まっていると思うんですが、こちらは4年間学部生として、老人の高齢者の方が入学できるシステムがある大学、もしくは、OFJT としてリカレント教育に取り組む大学、そしてエクステンションセンターのように障害教育をする大学があります。ただ、僕たちのプログラムは高齢者の意欲、能力を活用して、社会に還元してしまう、していくプログラムを考えているので、こちらに位置づけました。では、このプログラムの実現可能性に関して専門家に調査してみました。ダイヤ高齢研究財団の西村さんという方にこういうプログラムを考えているんですが、需要に関してはどうでしょうか。お聞きしたところ、間違いなくあると思うよという声をいただきました。私が、研究する限りそういった場を求めている人がたくさんいるよという声をいただきました。また、シニアを受け入れている立教セカンドステージ大学の三村さんという方にお話を聞いたところ、毎年安定して人は集まっていると、学生と交流に意欲を持っている人がたくさんいるというお話を聞きました。この条件から僕たちはこのプログラムをいけると確信し、早大リスタートプログラムを本日提案したいと思います。このプログラムのモデルは企業人から社会人へというモデルです。企業人というのはサラリーマンのように企業のために働く人、そして社会人というのは NPO や NGO に入っている人のように社会に働かける人を指しています。プログラムの概要としては、50歳以上の企業人をはじめとした社会経験者を早稲田大学で受け入れて、1年間社会貢献に関する教養、専門的な教育を施し、そして1年後に社会人としてリスタートしていただくプログラムになっております。では、このプログラムの詳細に関して、早稲田花子さんという一人の女性に焦点を当てて、ストーリーとして見ていきたいと思います。はい、ではプレゼンターの金子です。よろしくお願いします。では、花子さんのストーリーを見ていきたいと思います。まず花子さんなんですけども、定年退職をしてすっかり暇になってしまった。ただ何かをやりたいということで、たまたま新聞広告で早稲田が何かやってるのを見まして、この大学なら何かが見つかるかもしれないと考えております。そこで早速受験をしようと考えました。受験は小論文と面接を考えておりまして、特に一番大事にしているのが何かをやりたいという意思を確認するということです。なのでマッチング入試というふうに考えていただいて結構でございます。はい、合格です。おめでとうございます。早速、学費の納入なんですけども、あまり高すぎるのは嫌だということで、大体僕たち独自に調査して、合わせて40万円ぐらいでできるのではないかと考えております。また、文科省が定めた履修証明プログラムに沿って行うことで、文科省から補助金が下りることも分かっております。さらに、早稲田大学ではバリアフリー化が進んでおりますので、既存のキャンパスをうまく使うことで、新たな施設を作る必要があまりないのではないかと考えています。はい、3月、皆さんも今、授業の方を選択していると思うんですけども、花子さんもシラバスを見ながら授業を選択していきます。ここでポイントなのが、既存の授業をうまく組み合わせることで、コストの削減もしていきたいと思っているんですけども、一番は既存の授業を行うことで、学生との接点の交流のきっかけになってほしいと考えています。
また講義の体制なんですけども、既存の講義とあと新規解説、より専門的な教育をする講義を解説して、こちら日本体制でやっていきたいと思っております。はい、いよいよ入学になります。まずこちら花子さんが学生と話している場面なんですけれども、こちらなかなか講義だけではシニアの方と学生の方交流するのは難しいと思いますので、こういった交流スペースを用いまして、お互いに得るものを得て交流する機会を作っていきたいと考えております。またこれはシニアの方々が話し合っている風景になるんですけれども、学生とシニアだけではなくてですね、シニアとシニアの方のつながり、横のつながりもですね、例えば委員会やサークル活動、セミナーなどを通して、そういった仕組みを通して卒業後も持続できる新たなコミュニティを獲得してほしいと考えております。はい、前期の特徴をまとめてみます。まずはやりたいことを見つけてもらうということと、あとは仲間たちとの交流を深めてもらうというところにあります。続いて後期になります。後期は9月から実践演習の方を考えております。実践演習ではジャニックや社会福祉協議会などの団体の情報をですね、早稲田が情報しましてリスト化したもの、それを受講生が見て自分に合った団体にインターンに行っていただき、しっかりとした実践経験を積んでいただきたいと思っております。またこちらイベントということで、皆さんおなじみの写真があると思います。早慶戦や早明戦、東門祭などの早稲田ならではのイベントに参加してもらって、青春をもう一度送っていただきまして、早稲田のことをより好きになっていただきたいと考えております。またこちらは花子さんのお孫さんがすごい驚いている写真になるんですけれども、こういったお孫さんたちだけではなくてですね、この事業が多くのステークホルダーに対して影響力を及ぼすと考えております。例えばそれは地域社会、この早稲田の町の消費の活性化につながったり、他はユニークな大学として高校生の新たな選択肢になり得る、また NPO や NGO の団体に対しては人的資本の獲得だったり活動の活性化が見込めると思っております。また交友会に関してなんですけれども、交友会との連携では交友会さんの開放にですね、取り組みを掲載させてもらったり、また会員の方にアンケートを実施して集計した結果を反映した講義を開設しまして、そちら交友会協賛という形で講義を開設したいと思っております。また PR プランですね、実際にこの事業を行うにあたってどのように進めていくかというのを考えていました。こういった形で進めていくんですけども、主に新聞広告をメインにやっていきたいと思っております。はい、講義の特徴をまとめます。後期はイベントなどの楽しいことをやってもらえて、仲間たちの交流を深めるのはもちろんなんですけれども、実践経験などインターンだと言ってもらって、自分が卒業した後のどういった姿で働いているのかを想像してほしいと思っております。はい、卒業式3月あっという間だと思うんですけれども、花子さんこの手にですね、卒業証書のようなものを持っていると思います。この冒頭で出た履修証明プログラムに沿って行うことで、卒業証明書が文科省からもらえます。こちらは受講生のインセンティブになると考えております。また卒業後、花子さんの場合は小学生の理科離れを食い止めるべく NPO を立ち上げたと書いてあるんですけども、このように自分で NPO、NGO を立ち上げるのもいいですし、既存の組織にも参加するのも構いません。いろいろな形で早稲田で得たものを社会に還元してほしいと考えております。またバックアップ体制なんですけども、キャリアセンターにですね、インターンなどの情報を全部収集しておきまして、そこで進路先の相談などを受け付ける、またサポートセンターを設置しまして、卒業後複数年はセンターでのカウンセリングを実施したいと考えております。はい、これで早稲田花子さんの1年間を終わります。では授業をまとめに入りたいと思います。この授業は早稲田の大学だけではなくてですね、シニア、学生、社会、それぞれ3社においてメリットがある授業になっていると考えております。これは早稲田ビジョン150との密接な関連性がこの3つではあると考えております。はい、この授業はですね、シニアの方のリスタートを応援したいという気持ちで考えたんですけども、今はこの大学とそして社会それぞれリスタートできる、そういった授業になっていると思っております。ご清聴ありがとうございました。